ここ最近、立憲民主党の泉健太代表は、野党共闘から背を向け、他党との選挙協力をせずに衆議院選挙に臨むことを明らかにしています。泉氏は5月15日の BS 富士の番組で、選挙は独自でやる、維新ともやらないが、共産党とも僕らはやらない、と発言しました。おそらくこれが、泉代表が次期衆院選での野党共闘を明確に否定した初めての発言だと思います。こうした野党共闘を否定する泉氏の発言に対し、共産党の小池晃書記局長は5月22日の記者会見で、こちらから文句を閉ざすつもりは全くないが、泉代表の態度が変わらないのであれば、我々としては独自に対応していかざるを得ないと発言しました。6月20日の記者会見でも、泉代表の発言が大きな矛盾を生み出していることは間違いなく、一刻も早く撤回してもらいたいと言いつつ、市民と野党の共闘で戦っていきたいという思いは変わっていない。泉代表の発言が何らかの形で修正撤回されるのであれば、それなりの対応をしていくと、泉氏が方針を修正すれば、共産党側もそれに応じた対応をするという考えを明らかにしています。で、この野党共闘をめぐる議論で忘れてはいけないと思うのは、甘利明氏や石原伸晃氏など腐り切った自民党議員を前回の衆議院選挙で選挙区で落とすことができたのは、野党共闘のかけがえのない成果であるということです。昨今の報道などを見ていると、野党共闘が失敗したというような風潮がありますが、おととしの衆議院選挙で野党共闘で臨んだ213の選挙区のうち59の選挙区で共闘野党が勝利しています。この213選挙区のうち、前々回の選挙で野党が勝っていたのは54選挙区ですので、前回の選挙で野党共闘によりこれらの選挙区で5つ議席が増えたということです。で、前回の選挙に関して一本化もしてない選挙区も含めて小選挙区全体の結果を見ても、小選挙区では立憲は9議席増やしていて、自民党は29議席減らしています。こうしたように前回の選挙で立憲は小選挙区では敗北したとは言えないような結果を出しているのですが、立憲が衆院選で負けたことの主因というのは比例区で票を伸ばすことができなかったからです。その比例区での不振の一因として野党共闘があるっていう見方もあり得るとは思いますが、それだけが原因であるっていう単純な話でもないと思います。ですから前回の選挙結果をもって野党共闘が失敗であったというふうに見るのは短絡的であると思います。ただ前回の選挙で政権交代を実現できなかったという点を見ても、やはり野党共闘にまだまだ課題があることは否定できません。例えば前回の選挙で立憲は共産党と協定を結び、立憲が政権を取った場合、共産党は限定的な閣外からの協力という形で政権に協力するということを明らかにしていましたが、これが選挙の割と直前に出されたこともあって、国民からあまり分かりづらく理解を得られなかったという点は一つあると思います。ただ前回の選挙で野党共闘を行っていなかったら、野党はもっと負けていただろうとも思うんですね。だって冷静に考えてほしいんですが、小選挙区っていうのは選挙区から一人ずつしか当選者は出ませんので、この小選挙区制度の下で野党がバラバラに戦って、票が分散している中で野党側の当選者が増えるわけがないでしょう。もちろん党本部として大々的に協定を結んで選挙協力を行うか、それとも地方の組織ごとに政策協定を結んだり候補者調整を行うべきかっていうのは議論があっていいと思いますが、一定程度社会像が共有できている野党がバラバラに戦っても自公政権を利するだけですから、少なくとも最初から門戸を閉ざして協力の糸口を探ろうともしないっていうのは愚か極まれないと思います。こうした泉代表の野党共闘に背を向けるような姿勢を支持していない人は立憲民主党の中にも多数いるようです。16日に記者会見した立憲民主党の小川前政務調査会長や小沢一郎衆議院議員らは、党内に有志の会を立ち上げたことを発表しました。次の衆議院選挙で党単独での政権交代は困難だとして、小選挙区での野党候補の一本化を実現し、自民党に勝利したいとしています。小川氏は泉代表が候補者調整を行わないと発言してから、党内に様々な違和感や危機感が広がった。党の執行部には虚心坦懐に何が日本の政治にとってベストなのかを最優先に検討を求めていきたいと述べました。また小沢氏は、野党各党が候補者を立てて自民党に勝てるわけがない、党内では候補者の一本化や野党間の話し合いと協力が大事だと考えている人が大多数だと述べました。小川氏によると、党所属の衆議院議員12人が呼びかけ人となっているほか、賛同者は党所属の衆議院議員の半数にあたる53人に上るとしています。この会の設立収書には次のように書かれています。日本の経済も社会も今や崩壊の瀬戸際にあります。なかなか直視して向き合おうとされませんが、
それが紛れもない現実であり、今ここで直ちに根本的な政策を講じなければ、この国は沈みゆくのみです。急速な少子高齢化と人口減少はもとより、不安定な雇用形態も、人々の暮らしぶりの悪化も、将来不安を深刻化させるばかりで、このままでは数年後に手の施しようがなくなってしまうことは明らかです。これらの危機は自民党政権が長年にわたり構築し、運営してきた経済・社会制度の歪みがもたらした当然の帰結と言えます。今すぐ現行制度を抜本的に改革する以外、日本を再興する方法はありません。しかし残念ながら次の衆議院総選挙にて、立憲民主党が単独で政権交代を果たすことは困難です。小選挙区における野党候補の一本化を何としても実現し、自民党に打ち勝つしかありません。今こそ自民公明連立政権では日本の存立が危ういと考える全ての勢力が結集すべきです。過去の様々な行きがかりや好き嫌いの感情などは日本最高の大義の前に一切捨て去ることをお互いに呼びかけたいと思います。ここで一人でも多くの同僚議員が立ち上がり、共に一撃で自民党政権を倒して日本の再興に着手することを心より願い、野党候補の一本化で政権交代を実現する有志の会を設立します。賛同する皆様の参加を心よりお願い申し上げます。まあ、ここで書いてあることは完全に正しいと思いますし、こうした動きがあること自体は歓迎すべきことだと考えています。ただ、このグループに関しても完全に支持できるわけではありません。このグループの呼び書き人である小沢一郎議員は、5月30日に次のようなツイートをしています。最近、元大阪府知事の橋下徹先生が、野党間で次期衆院選前に予備選を導入する必要性を盛んに訴えておられますが、私自身も全く同感で大いに賛同いたします。橋本先生が指摘されている通り、野党が激突したらそのまま自民が勝ってしまうことになり、これは先の衆院千葉国補選でも明らかです。自民党に勝つためには、橋本先生が主張されているように、野党候補を一本化しなければなりません。重要なことは野党の候補者選びを公明正大に行うことです。それには本選挙前の予備選を実施することが最良の方法です。我が党もこの考えで維新と候補者の調整する決意をしなければなりません。このように小沢さんは言っているわけですが、以前も言ったように立憲民主党と維新の間には超えがたい社会像の違いが存在します。ですので維新との候補者調整には私は断固反対ですし、実際にそれが実現するというふうになるのであれば、その動きには強く反対していきたいと思っています。ただ一つ言えるのは、現時点では維新側が立憲との候補者調整に極めて懐疑的ですので、それに関してはあんまり心配する必要はないのかなというふうに思う部分もあります。あともう一つ、小沢さんのツイートで触れていた予備選っていうのにも私は懐疑的です。予備選挙っていうのがきちんと行われている国っていうのは、アメリカなどがありますが、アメリカでは一般人が選挙人登録をするときに民主党か共和党かどちらかに登録することができて、その党の予備選挙に参加することができるんですが、当然その場合は民主党か共和党か、一つの党しか選べません。一方で日本には公的な予備選挙の制度がありません。で、自民党側は予備選挙を行っていないですし、そうしたものが行われるっていうふうな兆しもありませんので、もしオープンに誰でも予備選挙に投票できるっていうふうに野党側がやるんであれば、その選挙に自民党支持者が参加して、自民党に都合のいい候補者に自民党支持者が投票するっていうことを妨げる手立てがないように思います。こうしたことが起これば、当然野党は弱体化し、自民党に都合のいい政治がさらに進んでしまいます。さらに衆議院だと解散がいつ行われるかもわかりませんので、そのどのタイミングで予備選を行うのかっていう問題もあります。現時点では立憲と共産の間で選挙協力が行われるかっていうことすらおぼつかないような状態ですので、少なくとも次期衆議院選挙の前に予備選挙を行うっていうのは現実的ではないですし、先ほど述べたような懸念点もありますので、予備選挙というのも実施すべきではないと考えています。あと小沢さんっていうのは2017年に当時の前原誠司代表が民進党を歴史修正主義者である小池百合子氏らが率いる希望の党に売り渡そうとしたという事件の時、それに裏で関わっていたと言われている人物ですし、いまいち信頼できない人物であるという印象を抱いています。とはいえ、先ほどの会の設立の趣旨に書かれていたような野党共闘で政権交代を実現するべきという方向性自体は正しいと思いますので、こうした動きが立憲内であるということ自体は肯定的に受け止めています。もし立憲が野党共闘路線に復帰するとなれば、当然共産党は先ほどの小池書記局長の発言にもあったように応じると思いますし、社民党も野党共闘に肯定的な姿勢を示していますので、
応じると思います。で、もう一つ社会像が共通している野党としては令和新選組がありますが、令和は最近野党への批判を強めていますので、立憲が今更野党共闘に復帰するとなってもあまり応じないような気もしますが、それに関しては今まで野党共闘に背を向けてきた立憲民主党側の非が大きいと思いますので、令和だけを非難するというわけにもいかないようには思います。何にせよ立憲民主党が野党共闘に復帰するという姿勢を示せない限り話は進みませんので、立憲民主党の泉健太執行部は野党共闘を再開することを明確にし、各党に協力を呼びかけ、政権交代への本気度を国民に対して今こそ明確に示してほしいと思います。この動画は以上となります。高評価とチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。